高梨沙羅は、日本の女子スキージャンプ選手。北海道上川郡上川町出身。日本体育大学卒業。クラレ所属。冬季オリンピックに大会日本代表。2013年世界選手権、混合団体金メダリスト、個人銀メダリスト。2018年平昌オリンピック同メダリスト。スキージャンプワールドカップで男女通じて、 歴代最多の61勝、男女通じて、歴代最多の表彰台110回、女子歴代最多のシーズン個人総合優勝4回。2017年には、スキー界で、最も権威ある賞の一つである、ホルメンコーレンメダルを受賞。北海道上川郡上川町出身。実家は、セブンイレブンだった。上川幼稚園、上川町立上川小学校。 上川町立上川中学校から旭川市のグレースマウンテンインターナショナルスクールに進み2014年に日本体育大学へ飛び入学2018年3月に卒業した父は元ジャンプ選手の高梨宏也で兄もジャンプ選手で2015年冬季ユニバーシアード代表 TBS 記者の高梨寛大小学校2年生から アルペン用スキーでジャンプをやっていたが、本格的に取り組むようになったのは、テレビの映像で山田泉、渡瀬歩美が飛ぶ姿を見て、地元のジャンプ少年団に入ってからである。2009年3月3日、ザオーで行われた、スキージャンプコンチネンタルカップに初出場。2010年3月2日のザオー大会で、初の3位入賞。ラムサウで2月19日に行われた、 コンチネンタルカップで国際スキー連盟公認大会での女子選手史上最年少優勝を記録。翌20日に行われた大会でも優勝し2勝目を挙げた。2月25日にはオスロで行われた世界選手権に初出場し6位入賞。11月29日にロバニエミで行われたコンチネンタルカップで通算3勝目を挙げる。 スキージャンプワールドカップでは1月8日の第3戦で初の表彰台となる2位に入り14日にインスブルックで行われたユースオリンピックで優勝した後2月にエルズルムで行われたジュニア世界選手権で個人と団体の2冠を達成3月3日に山形市のザオージャンプ台で行われたワールドカップ第11戦では 日本人女子選手として初優勝。ワールドカップシーズン個人総合で3位入賞を果たした。ワールドカップでは11月24日のリレハンメル大会でシーズン初勝利を挙げたのを皮切りに全16戦中14戦を終えた時点で8勝を挙げ、残り2戦を残し初の個人総合優勝を果たした。日本選手の スキージャンプワールドカップ個人総合優勝は史上初であり16歳4ヶ月での達成は FIS ワールドカップ史上最年少記録である直後にバルディフィエンメで開催された世界選手権の個人ノーマルヒルではサラ・ヘンドリークソンに競り負けたものの女子スキージャンプ競技で日本人初となる銀メダルを獲得伊藤幸、伊藤大輝。 竹内拓と共に出場した混合団体では金メダルを獲得。2013年にクラレと所属選手契約を締結。これにより2013-2014シーズンからクラレ所属として競技会に出場することとなる。2013-2014シーズンのスキージャンプワールドカップでは12月7日の開幕戦から2014年1月3日の 第4戦まで4連勝を達成し、サラ・ヘンドリクソンが持っていた女子ジャンプ歴代最多勝利数記録の13勝に並んだ後、1月11日の第6戦札幌大会で14勝目を挙げて、歴代単独1位となった。1月18日に、ザオーで行われた第8戦で104メートルを飛び、転倒したものの優勝し、河西則明に並ぶ。 日本人最多勝利記録の16勝目を挙げると、翌日の第9戦で17勝目を挙げて、日本人男女通じての歴代最多勝利記録保持者となった。2月1日、ヒンツェンバッハでの第12戦でシーズン9勝目を挙げ、サラ・ヘンドリクソンが2011から2012シーズンに記録した女子ジャンプシーズン最多勝記録に並び、翌2日に行われた ソチオリンピック前最後のワールドカップ第13戦でシーズン10勝目を挙げて記録を更新した。上記の通り直前のワールドカップで圧倒的な強さを発揮し金メダル候補の筆頭として臨んだソチオリンピック女子ノーマルヒルだったが1回目で100メートルを飛び124.1点で首位のカリーナ・フォークトと2.7点差の3位につけたものの 二回目は98.5メートルにとどまり、二回目に、限れば、全体で9位の得点という失敗ジャンプで、合計243.0点の4位に終わり、メダルを逃す。スキージャンプにおいては、向かい風が有利とされ、追い風だと距離が出にくいため、この有利振りをなくすために、向かい風なら、ポイントを引き、追い風だと加算する、ウィンドファクターが、 ソチ五輪から導入されていたが、高梨は1回目が、プラス3.1ポイントで、2回目が、プラス1.9ポイントと、共に不利となる追い風、かつジャンパーが恐れる飛び始めが向かい風で、後半追い風になるというパターンだったこともあり、特に2回目のジャンプでは、距離が伸びなかった割に、立つのも、やっとの着地になった。 高梨本人が、後ろからの風に叩かれて、落ちてしまったと思いますと振り返った追い風の影響で、もともと苦手としていた足を前後に広げる、テレマーク姿勢を入れられず、両足を揃えて、しゃがみ込むように着地したため、減点が大きくなり、干潟点が伸びず、金メダルのフォークトが106点、銀メダルのダニエラ・イラシュ・コシュトルツが103点、銅メダルを獲得した。 コリン・マテルが111点をそれぞれ出したのに対し、高梨は1回目51点、2回目50点を計101点に終わった。各選手との総合点差は4.4、3.2、2.2であったため、イラシュコは別にして、フォークとマテルには飛べ型点の差がなければ負けていなかったことに、なるが上位3名の選手と違い、日本ともに追い風を受けた。 ことでテレマークを入れられず、ウィンドファクターではカバーしきれないマイナスの影響を被った。試合後のインタビューでは、1本目も2本目も自分が納得いくジャンプができなかったのですごく残念。本当に実力があれば関係はないと思うので、実力が足りなかったのだと思いますとコメントした。3月1日。 ルッシュノブでのワールドカップ第14戦でシーズン11勝目を挙げ2シーズン連続の総合優勝が決定。日本人の FIS ワールドカップ連覇はノルディック複合ワールドカップで1992から93シーズンから1994から95シーズンにかけて3連覇した小木原健治に次いで2人目。 その後も3月22日の最終戦、プラニツァ大会まで勝ち続け、史上初の7連勝とシーズン前戦での表彰台獲得を達成。最終的に、W ハイポイントを1720ポイント獲得し、2位のカリーナ・フォークトには914ポイント差をつけた。女子ジャンプ通算勝利数記録は24勝に、シーズン勝利数記録も15勝まで更新して、 シーズンを終えた。2014年3月、日本体育大学の飛び入学入試に合格。ただ競技と学業の両立問題を懸念し、一時は入学を保留する。しかしその後の大学側との話し合いにより、同年5月に一転して入学の意向を表明し、通常の1ヶ月遅れで大学に進学することになった。ワールドカップ開幕戦では3位。 国内開幕戦の吉田ハイジャンプ大会でも2位に終わっていたが、年明けの雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会で優勝、ワールドカップ第2戦、第3戦で連勝した。第5戦では天候不良で1本目のみで終了した影響もあり7位に終わり2013年2月3日以来、約2年ぶりにワールドカップ表彰台を逃した。その後も10位以内はキープしたが、 表彰台圏外の試合もあったため、総合3位に順位を下げた。2月8日、ルシュノブでの第10戦は1本目で、トップに立った後に2本目が悪天候で中止になり、7戦ぶりの優勝を達成すると、その後3連勝を記録し、総合2位に再浮上。2月20日、ファールンで開催された、 世界選手権個人のオーマルヒルは1本目8位ので、遅れが響いて4位となり、表彰台はならなかったが、混合団体では、女子でトップの得点を記録して、銅メダル獲得に貢献した。3月13日、オスロで開催された W 杯最終戦で優勝し、通算30勝目を挙げた。シーズン総合は973ポイントで1位の、 ダニエライラシュコシュトルツに34ポイント及ばなかったが総合2位入賞。サマージャンプのグランプリは5戦5勝で4度目の総合優勝を飾った。12月4日、ワールドカップはリレハンメルでの開幕戦で日本とも最高得点を記録し、通算31勝目を挙げるスタート。12月12日、 ニジニタギルでの第二戦も一本目はトップに立ったものの、二本目は最長不倒を記録したダニエライラシュコシュトルツに逆転され2位となる。翌日の第三戦でシーズン2勝目を挙げると、2016年に入り行われた札幌、ザオーでの日本国内4連戦に全勝し、自身4度目のシーズン5連勝を記録。1月16日の札幌大会では日本とも、 選手より2段低いゲートから飛んだものの、日本ともトップの飛距離を記録して2位に24.3点差をつける圧勝。翌17日も26.4点の大差をつけた。この連勝で、札幌開催での W 杯は2013から14、シーズンから6連勝となった。1月30日、1月31日のオーベルストドルフも連勝し、 二シーズン前に記録した自己最長の7連勝に並んだ後、2月4日の第10戦オスロで自己記録を更新する8連勝を記録。2月6日、ヒンツェンバッハでの第11戦は日本ともただ一人90メートル超を記録する圧勝で連勝を急に伸ばして、シーズン10勝目を挙げるとともに、通算勝利数も40勝に到達。翌日の 第12戦では1回目に、ジャンプ大記録を更新する98メートルを記録して、連勝を10に伸ばした。2月13日、第13戦、リュブの大会では2本とも優勝した地元のマヤブティッチを上回る飛距離を記録したが、飛経点の差で2位に止まり、連勝記録は10でストップ。翌14日の、第14戦では1回目首位に立ったものの、2回目で4位に、 順位を落とし、今、シーズン初めて表彰台を逃した。2月19日、ラハティでの第15戦で、シーズン12勝目を挙げ、2シーズンぶり3回目の総合優勝が決定した。FISW 杯での3度目の総合優勝は、ノルディック複合の小木原健二に並ぶ、日本人最多記録。その後第16、17戦も優勝。第18、 19戦が雪不足のため中止となったため、今シーズンは17戦14勝の成績、通算勝利数は44勝でシーズンを終えた。サマージャンプのグランプリは3戦3勝で5回目の総合優勝を飾った。W 杯は12月2日にリレハンメルでの開幕戦で95メートル、99.5メートルの記録で通算45勝目を挙げるスタートを切った。 二戦目も、連勝、第三戦のニジにたぎるでは、マーレイン・ルンビニアブレ3位となったものの続く第四戦と、ラージヒルで行われた、オーベルストドルフの第五、第六戦を連勝し、通算50勝に王手をかけたが、第七、八戦の札幌、第九、十戦のザオの日本ラウンドでは、優勝できなかった。第十一戦のルシュノブでもルンビニアブレ2位となったが、続く。 第12戦で6戦ぶりに優勝し、ワールドカップ通算50勝を達成した。ヒンツェンバッハでの第13、14戦でも安定した飛躍で勝利し、3連勝して、この時点で歴代最多勝利数53に、あと1となった。第17戦のピョンチャン五輪テスト大会のピョンチャン大会では、1回目トップに立つが2回目は、飛距離が伸びず、 伊藤由希に逆転され2位となるが、自身4回目の総合優勝は決定した。続く第18戦のピョンチャン大会は、1回目の2位から逆転で優勝し、歴代最多勝利53に並んだ。ラハティで開催された世界選手権個人のオーマルヒルでは3大会ぶりのメダルとなる、銅メダルを獲得した。混合団体でも2大会連続で銅メダルを獲得した。 サマージャンプのグランプリは6戦5勝で6回目の総合優勝を飾った。12月1日にリレハンメルで行われた W 杯開幕戦、2日の第2戦とも4位。3日の第3戦で3位となり、シーズン初表彰台を獲得。このシーズンは、ノルウェーのマーレン・ルンビ、ドイツのカタリナアルトハウスの台頭により優勝から遠ざかり、 ピョンチャンオリンピック開幕時までの最高成績は1月14日、札幌大会での2位だった。W 杯総合ランク3位で迎えた2月12日のピョンチャンオリンピックでは1回目、2回目とも103.5メートルで、この種目で日本全発となる銅メダルを獲得した。3月24日に行われた W 杯個人第14戦のオーベルストドルフ大会で、 男女通じての歴代最多54勝目を達成し、翌日の個人第15戦も正式通算55勝目を挙げた。シーズン個人総合では3連覇を逃したが、総合3位となり、7シーズン連続でベスト3入りを達成した。2018年3月、日体大を卒業。大学から理事長賞を授与された。日本体育大学卒業後春頃から、 スポーツ医学研究で実績のある、弘前大学大学院の社会医学講座に、研究生として在籍する。サマージャンプグランプリは5戦4勝で7連覇を達成。11月30日のリレハンメルでの、W 杯開幕戦は3位。翌日、同地での第2戦は、前日と同じスーツを着用していたにもかかわらず、規定違反で失格と判定された。 2月10日のリュブノでの W 杯第15戦で、W 杯6連勝中だったルンビを抑えて、今シーズン初勝利を挙げた。シーズン個人総合は、昨年総合トップ2のルンビ、アルトハウスに加え、4勝を挙げ好調だったユリアーネ、ザイファルトに後人を敗し、4位だった。ゼイフェルトで開催された、世界選手権は、女子団体、個人ノーマルヒルは共に6位。 混合団体は5位で4大会ぶりにメダルを獲得することができなかった。W 杯第2戦リレハンメルで3位となった。日本開催の5戦中、1月17日のザオー大会で2位に入り、これが通算99回目の表彰台となった。1月18日以降は5度4位となるなど100回目の表彰台へは足踏みが続いたが、 3月9日のリレハンメル大会でルンビを破って優勝を達成し W 杯表彰台獲得回数が通算100回となった表彰台100回は女子では史上初男子を含めてもヤンレアホネンに次いで2人目である3月12日以降の大会はコロナウイルス感染症の流行により中止となった個人総合は2年連続で4位 10月1日に2年前から研究生として在籍していた弘前大学大学院医学研究科に入学し大学院生として社会学講座に在籍する。同月、全日本選手権女子ノーマルヒルで4連覇を達成。山田泉と並んでいた通算優勝回数は単独最多の6回となった。12月18日のラムサウでの W 杯開幕戦で3位に入った。2月6日の第6戦、ヒンツェンバッハ大会にて、シーズン初優勝を達成し、W 杯創設シーズンからの連続優勝記録を、女子でただ一人10シーズン連続に伸ばした。翌日の第7戦で3シーズンぶりの2連勝を達成した。2月19日のルシュノブ大会でも優勝し、通算60勝目を挙げた。 オーベルストドルフで開催された世界選手権はノーマルヒルで1本目3位を守り銅メダルを獲得。今大会から採用されたラージヒルでは1本目4位から2本目で134メートルを飛んで銀メダルを獲得した。女子団体は4位、混合団体は5位だった。世界選手権後に虹にたぎるとチャイコフスキーで行われる。 ロシアツアーブルーバードで3度表彰台に上り、表彰台登壇回数が109回となり、ヤンネアホネンを抜いて男女通じて、最多ワールドカップ表彰台登壇を達成した。この結果ロシアツアーブルーバードで、総合2位となった。またワールドカップ総合ランキングでは、高梨と、ニカクリジュナル、マリタクラマーが11ポイント差以内で競うの接戦の、末2位となった。 全日本選手権のノーマルヒルで史上最多の5大会連続7度の優勝を達成。初めて開催されたラージヒルでも優勝し2冠を達成した。ワールドカップでは第8戦まで全て一桁順にながら表彰台がなかったが第9戦のこのシーズンからリュブノで年末年始に開催されるシルベスタートーナメント第2戦でシーズン初優勝と なる11シーズン連続61勝目を挙げた。またシルベスタートーナメントでも総合3位となった。以下の記録は2022年1月1日時点のものである。総合成績表彰台。ありがとうございます。